ございます。サムライピンク TV です。今日の企画は、今日のお楽しみ TV は、今日のお楽しみ TV は、はい、野外発展場に潜入してみた。イエーイ。イエーイ。さすがに、でですね、今日は野外発展場に潜入していくんですけども、まあ、野外発展場に関してはちょっとわからない方はググっていただくというしていただいて、ちょっとここでは説明割愛させていただきます。続きはウェブでソニー散歩すごい食い気味やったなと今回は野外発展場のプロの方をね、ちょっとゲストにお呼びしておりますので、お迎え上がりましょう。ヤコネさんとチェルポンさんです。イエーイ。おかしいです。いや、私見てない。イエーイ。これいつだから。初だから野外は初。屋内は初。屋内はある。どういうこと。屋内は任せて、四重派って言われてるから私千手観音やべえの。ここでね、ちょっと騒いでてもすごいちょっと怪しまれると思うので、早速ね、潜入していきたいと思います。それじゃあ潜入開始したいと思います。レッツパトロール。から行って、でまたもう一回戻ってきて、あっちの、テニスコートの方に行った方がいい。そうしようかな。めっちゃ詳しいな。初めてじゃないな、多分。思った。C。サイレント。サイレントで行きます。いつもはここに人が結構2人ぐらい並んでるんですよ。でそこで人たちがいてて、あれなんでそんな詳しいの。そうね、ここか。ここでこう、もう混乱してる人たちで、上から来る人たちがあみたいな、そういう時は絶対ヤコネもこれやってるよな。うん、知らない、初めて聞いた。なんでそんな片言なの。でもすごい星が綺麗。ごまかし方下手。よかった。でもすごくなんかゆっくり観察できるね。向こうは何があるの。向こうはただ向こうの入り口。向こうに人がおることはない。ない。へえ、ここがメイン。ああ、うん、だけど今日はいない。へえ、知らないけど。遅ない。っていうことで次に行きましょう。はい、ここが第一スポット。あ、まだあるやん、他にも。そう、第何スポットまである。第二ぐらいまであるかな。足なんかついていかれへん。アホね、違うわよ。お昼とか来たらさ、
違う違う、なんかする人おらんからここで。もう一個スポットがあります。思い出しました。あら、あるんだって。この辺、ここが初期です。先ほど行った水門の前の水門のところです。ここにもいるの？ここの方が影が多いので、ここでやってる人たちは多いです。基本影が多いところが多いです。そうです。あ、なるほど。カマナースジョイナーやばない。酔っ払ってるんだろ。下まで行くと、うん、ない。めちゃ間があったけど、ここを行って照明消して、映らない。真っ暗な。上は明るいけど、ここは超死角なんです。下からは見えてても、上からは全然死角の位置。なんでそんな知ってるの？うん、あの人から聞いた。ここプラスまだ奥行けるから、あの奥まで行っちゃうと。ぜ絶対やってるな。やってるな。聞いた話だけど。あ、全部聞いた話。うん、ああ、そうそうそう。なるほど。これが第2スポット。ここ第2スポット。オッケーです。第3もあるの。うん、ちょっと歩くけど。あ。じゃあ次へ行きましょう。あっ電車よ。なんてほら、電車プラス違う、絶対違う。サンコンさんって。なんと5キロ先まで見えますみたいになったら、ここ砂漠ちゃうで。ここが一番やばいって聞いたんだけど。聞いた。うん、あ、ここはほんまに初めて。あ、そう。これは初めて。これはここは、あ、ここも、あ、違う違う。弁解の余地なしです。あ、もうズッブズブらしいよ。そうなんや。なんかその辺のベンチでやってるみたいな、いうのを聞いた話。ここはほんまに初めて。その、教えてもらってる人すごい気になるけど。それが、うん、もうほんまにピーやけど、ほんまにピーやけど、ピーやな。どっち行く？夜間は施錠しています。開いてるよ。ちょっと汚いかな。でも行きます。暗いけど。どうしたん？え、聞いてもらったんだ。とりあえずとライトを一回っていうか、こっち向けんとちょっと見てくるな。2人います。お姉さん2人います。2人います。いました。移動しました。今おった。動いてある。ちょっと取れへん。多分これ俺らが来たっていう雰囲気を察したら、多分チルっぽいよね。散ったしな実際。うん、あ、ちゃがってやってるもん。だって見るからに。あ、もう一人。でも一人しか見てない。キーのところ。嘘でしょ。そうそう、二人。そこチャリ止まってるよ。違う、その奥に。その人のチャリなんじゃない。そうなんだ。これやっぱりテニスコートはすごいんだって。すごズボだよ。なん
たそこにも一人いてるから、そこにも来てる。このまっすぐ、ほら、こっち向かってる。そこ、そこ、ほら。来てる、来てる、来てる。結構いてるわ、やばい。めちゃうじゃん。ああ、でもどうしよう。どうしよう。絶対誰かおるよな。おるから、しかも3人でいたら絶対な、散らばるやろうし。そうそうそう。今までの感じで言ったらな。じゃあ、ヤクをね、ちょっと潜入してくる。一人で潜入してくるから、うん、ワンチャンあるかもしれんや。ワンチャン。ワンチャンってどういうこと？見てきてくれるってこと？うん。俺らはここで待っといたいってことやな。うん。しか、どうかパトロールしてもらっててもいいし。うん、あ、そうしようか。なんかあったら電話してすぐに。オッケー。じゃあ、ちょっと、世直しに行ってまいります。お願いします。お願いします。巡査部長。楽しそうや。食われる気ない。それじゃあちょっと、いや俺らもな、散策しようか。そうやな。じゃあ散策じゃな、パトロールやな、うん、ちょっとこの辺見回っていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。イエーイ。結構歩いた。結構探したというか見たけど、てかさ、やっこね帰ってこへんか。ほんまやな。見に行くわとか言ってん。どこ行ったの？まあまあ探したね。10分20分ぐらい探してる。可能性はなきにしないですよね。なんか結構見たよ、この辺。見た見た見た。結構見たけど、全然誰もおらんかった。うんうん、おるかなと思ったけど、全然おらんかった。ちょっと待って。あれおらん。じゃあ、あ絶対そうやって。そう。一回行ってみひん。だって坊主やったら、何のためのパトロールやねん。それやし。全然見えへんけど、このサンコンさん。見えないですよ。うん。怖ない？怖い。怖いでな、ぶっちゃけ。ちょっと近づいてみたいと思います。近づくだけな。だよな。何もせんとこな。え？いや、私よ。やっぱ誰かわかった。やめ。おはようございます。サムライキング TV です。まあこれでもめっちゃ。いやでも怖いわ。なんかちゃんとついてきてるやんな、あんたら。行ってるよ。行った。行ってない。もっと行った。行った行った。先の前まで来た。そうそう。行った行った行った。もう怖いんだが、もう同じことばっかりしか言ってないしさ、この橋は見たことあるしさ。